ハローアースノイド。ミネバさん、ハマーンを憑依させシャアを煽ってしまうに対する、ネットの反応をお送りするよ。ミネバ美人になったよなぁ。生まれた時代と宿命に翻弄された悲しき少女。条約守らないを過ぎたないジオンの女だよ。私は昔のミネバが好きだった。ユニコーンで実は生きてた。ハマーンが出てくるのを期待してたけど、さすがになかったなぁ。もし出てきたらかつてのトラウマで、恐ろしくてガクブルするだろうな。第3次スパロボ Z でもやれ。むしろ逆やで、小説版ゼータで戦局を感覚的に理解して、ハマーンに気遣いの言葉をかける。8歳児にハマーンの方が飲まれている描写がある。ハマーンなんか出てきたらミネバに罵倒されておしまいだろう。それなりに懐いていたのに。ミネバはお母さんに似てよかったね。女の子は父親に似やすいのに。そうなの？完全に母親の遺伝だわ。ゼナから生まれたのは間違いないが、ドズルの子ダネから生まれたとは限らない。豊臣秀頼かよ。バナージと結婚してドズルそっくりの子供産んでほしい。ワイはガルマおじ様を得意のいたずらで、困らせてるところが見たかった。まあミネバは幼少時代に玉座に担ぎ上げられて、グリプス戦役、第1次ネオジオン構想、第2次ネオジオン構想と見てきたら、大人になってからの、ラプラス事変なんてヘでもないだろうな。ゼータガンダムのミネバ初登場シーンはテンション上がった。偏見の塊はネタにしても、シャアにあれほどキレられる挨拶だったかな、とは思う。むしろハマーンもミネバも頑張ってセリフ練習して、褒めてもらえるとさえ思ってそう。ハマーンとミネバもシャアのこと大好きだからな。このシーンも頭下げるんじゃなくて、ハマーンを抱きしめて無理しなくていいんだ。ってやってたらハマーン落ちてたと思う。ハマーン様態度こそあれだけど、ずっとシャアに助けて欲しかっただけだもんな。というか再開時はハマーンがシャアを助けて、わざわざ自分たちの拠点に招いてもてなそうとしたのに、シャアがぶち壊したからな。神優がなんだハマーンは、シャアに寄りかかりたいだけなんだって理解してくれたのに、ハマーンがぶち壊したから言い分やな。あそこでアクシズと同盟組めれば、随分楽になれたのにシャアは。アクシズと融合は相入れないでしょ普通に。どのみちハマーンの目的は、ザビ家の復興なのでいずれ対立する。シャアが上に立って導くなら素直に従うと思うぞ。シャアにそれができるかは知らんが、実際神優に本心バレた時、ザビ家案まで出てこなかったからなんとかなるんじゃね。受動に本音ぶちまけた時も、ザビ家最高の話題全然出てないからそこまで執着はないのかも。地球にしがみつくバカどもを、抹殺できないことへの悔しさは本当だから、ザビ家はそのために必要な、手段みたいな扱いなのかもしれない。ミネバはシンタとクムと遊んだことは覚えてるのかね？あの時は神優とも会ってるか。小説版だと神優が、アナハイムエレクトロニクス社メラニー会長の新書を持ってグワダンに来た時に、ハマーンに誘われてミネバと3人で食事をする時に、あの時の子も連れてくればよかったのにと、神優と会話して、ちょっと残念そうな年相応の子供の感情が見えるシーンも、ハマーンがもう少し可愛ければ全てうまくいってた。髪型を妹さんに合わせてみました。ハマーンの髪型ってそういうことだったのか。ハマーンは受動にも惹かれてたからな。兄属性に弱かったのかもしれない。シャアはクソ情けない兄貴だったが、受動だったらうまくいったのやもしれん。シャアは甘えさせてくれる少女が一番で、時点が甘えさせてくれる大人の女だから。シャア、俺としては、ベタベタ甘えてくる女は、うざいっていうか、正直すげえすげえ言われながら、責任とか持たずに行きたいっていうか、ならジオンに関わらずに、アムロとカミーユと楽しく遊んでろよ。ジオンにいると親と昔取った絹塚で、何もしてなくてもすげえすげえ言ってくれるし。絶望しないで融合のメンツと一緒に、人類全体ニュータイプにする活動しておけば、コスモバビロニアもザンスカールも生まれず、それどころかヒゲが文明リセットしない、富野義行の望む世界になったかもしれないのに、こいつはほんと、うまうま。ユニコーンミネバですら本物だという確証がない。公式もどれが本当に本物だか曖昧にしとる。あーん、本物だったっつってんだろうゴラー。ユニコーンミネバは死ぬ末路しか見えないけどどうなるんだろう。バナージが連れ出してくれるだろう。赤子の時に大体ザビ家全員死んでいないんだから。
継承する必要なんてないんだよ。利用されるしかないんだからさっさとバナージと逃げ出して、パン屋でもやってた方がいい。俺の中ではユニコーンの後ムーンクライシスの事件が起こってるので、バナージとタクナがいずれ争うことになる。公式なんぞ知ったことではない。一方ムーンガンダムの影武者は、ハマーンやカミーユの意識が憑依していた。宇宙イタコにねば、いいのかそれは、おいカミーユは死んでねえぞ。偏見、ハマーンカーンとミネバに、シャアは動揺をした。ザビ家の礼服に合ってるよミネバちゃん。フロンタルのコロニー共栄圏構想聞いた時の、リアクション好き。今までミネバってザビ家に対する、恨みってのを眼前に突きつけられたことがないんだよね。ザビ家の起こしたコロニー落としで、家族全員死んだとかの当事者にもろにあったりとかないしな。そこら辺ユニコーン2でちゃんとやってほしい。毒ガス汚れ仕事させられたとかでジオン残党内でも、普通にザビ家に復讐したいってやついるだろと思うんだよな。最低だよなシーマ。知らなかったんだよ。あの世界どんなひどい目にあっても、ジオンに恨み事というやつほぼいないから。ジオンはガス虐殺事件の際に恨みを持って、反ジオン活動をやりそうなコロニーも全部殺したので、戦後の報復はなかったというパラドックス。ジオンの狂気が戦後のジオンを守った。サイド6以外ほぼ全部コロニー潰ししたからな。ムーア同胞団もサンボル時空しかいないから、サイド4は皆殺しで10人全滅なんだな。ナラティブですっかりバナージと、生涯添い遂げるつもりでちょっとにやけてしまった。まあバナージはいろいろ背負ったからな。ミネバはブイヤダストの時代まで、生きてる可能性は十分あるんだよね。つまり晩年は宇宙戦国時代を見続ける羽目になるわけだ。箱を開いて地球の権威が落ちて、ジオンも忘れられて宇宙戦国時代、ミネバには良かったねって言ってあげたい。箱は何の影響もなかっただろ。勝手にジオン名乗る連中がわらわら出てくるけどな。まあ V の時代には静かに暮らしてると思いたい。ところでグレミーはジオン兵がミネバから、離れるほどの血筋だったのかね。説はいろいろあるけど不明なままでしょ。あいつらは悪の女帝ハマーンの魔の手から、ミネバ様を解放しようってのが建前。あと、女に使えるくらいなら坊やでも男の方がいいって感じ。グレミーが疑念の遺伝子から生まれた、試験官ベリーってのは小説版ダブルゼータの設定だったっけ。そもそも普通に息子って設定でもよかった気が。疑念の息子だったらミネバの立場ないじゃん。世襲だったら長男の息子の方が立場上だし。認知されてるかどうかも関わってくるかもしれん。まあどの道争うことには変わりがないだろうけど。ザビ家なんて一代で築いたポットでなのに、そこまで血筋にこだわる必要あるんだろうか。そういう点では大君もそうだから、シャアを指導者にするってのも変なんだよな。大君の場合は元連邦議員かつ、スペースノイド最大の理解者って定義もあるから影響力が広い。ナポレオンだって一代の成り上がりだけど、初代が負けてからも血筋はずっと担がれてたぞ。ミネバはユニコーン2あるなら、幸せにはなれないかなってなんとなく思ったり。ユニコーン2で実はこのユニコーンミネバも影武者だったとかやってほしい。そうすればいくらでもミネバネタで、シリーズが続けれるぞバンダイ。そのうちシャアが生き残って、ミネバ嫁にしてるルートとか作られるさ。その時はハマーンも生き残っててくれ、なんなら軟禁してくれても構わんぞ。大君家とザビ家がくっつくことで、ジオン残党を一つにする制約結婚なのだとかなんとか言って、おむつ替えたこともある子を嫁にするシャア。マジモンになっちゃうじゃないですか。